先生方のですね素晴らしいお仕事本当に感服していろいろ興味は持ってたんですが、うーんいろんなことでですね、でまあ皆さん私と同じぐらい、あれ先輩方だろう、あれはちょっと私昭和10年生まれなんですよ。で小学校国民学校って言ったんですが、4年の時に実際の時にですね、まあ、空襲に遭いましてね、で、まあ、これに書いてる通りなんですが、これまだ事実以外にですねちょっと調べたりしてですね、亡くなった方だとかいろんなのちょっと調べてですね、まあ、アメリカが青森みたいな田舎までね空襲するっていうのはそもそもね、戦争の目的とかなんか言いながらけしからん話だなと小さい頃から思ってました。で竹槍と下滝でね本土決戦という話は小さいながらこう聞いてましたけども、五連隊の皆さんがねオーストラリア軍の捕虜を連れて歩くのに白い木の鉄砲をね持って歩いてるという素晴らしい国でね、でアメリカとどうやって戦するんだろうとね、だから日露戦争の時だって旅順港の時乃木丸介将軍があそこで亡くなった日本兵ってのは5万6000だそうですね。上からロシア軍がね雨あられのごとく機関銃で攻撃してくれ、それをイゲイゲったってね、イゲイゲっていうのはロシアに弾がなくなるまでね、だからそんな明治時代からね日本という国は国民の皆さんとちょっとずれてる部分がね今もなんかだんだんそうなりつつあるよ、まあ、政治的な話は別としてですね、で私もちょうど父親と母親と年が離れてましてね、9人兄弟、ちょ何分ぐらいそうですか、まあ大層面白くない話で、でまあ年が離れてまして9人兄弟なんですがね、一番抜歯でうちの父親が正直言うと明治元年生まれなんですよ。でうちの母親が明治30年生まれですから、多分上原さんに記録を逃れるまでは多分日本記録持てたんだろうと。だからその子供がですね21世紀の今ここで息をしてるということ自体が自分でも不思議なんですけどね。でそんなこんなで、まあ、兄弟9人で私の実家で焼けたうちがですね、まあ、裁判所の昔向かい国道を挟んでですね、で帽子屋さんとかクリーニング屋さんがうちの借家にいまして、2階に兄がいましてね、奥の方に私と父親と母親がおりまして、うちの父親というのは秋田の大館から出てまいりまして平泉といって、なんかその先は皆さんご存知のね岩手から命からがら逃げて大館の赤石というところに10軒ぐらいあるんですね。もう余計な話、そこはなんか素晴らしい神社とですねお寺がありましてね、まあ、お中道でしょうけど、そこから父親だけは長男だったそうですけど反乱を起こして青森に来たと。で職業軍人をしてて、まあ、日清日露台湾戦役に行ってですね広島の大本営行ったという、なんか治水の5尺7寸ぐらいやってですね剣道6段ぐらいでしたかね、まあ、私は飯を食わなかったんであまり大きくなりなかったんですけども、で、まあ、そんなこんなで空襲の時ですね、ビラを巻いたとかいろんなことありますけども、母親と二人だけで、まあ、義理の兄弟たちはもう疎開してしまって、新町国民学校もよく理解できない学校で疎開っていうのが記憶にないんですね。あ、で疎開の学校の方から、え、私も新町小学校、はい、出ましたけども、はい、疎開先がある方はそちらの方に疎開してくださいって、どうしてもその田舎のない人は先生がついてお寺さんに中行って、だからそういう記憶が全くなくてですね、まあ、私の同級生の名前は叱られるんですけど、まあ、新町通りの今でも千成さんとかね、それから武田の酒屋さんとか堀内の歯医者さんとかね、柳町の蕎麦屋さんとかの息子さん幼稚園から一緒だったんですが、だからその疎開の記憶もなくて、自分の背より大きいですねスコップだとかそういうのを処罰されて涙手まで行って開墾させられた記憶がありましてね、でグラモンの地上奏者とかいろんなの何回か受けました。で涙手通りを歩いてる時にグラモンの地上奏者20ミリ手術のすごいですね、ピャーッと、で
あれであの貯金池受けた私の同級生がですね、顔に当たったんですね。ここ小さい穴でしたけども、あの飛び出し方は半分なくなって、もちろん即死ですけどね。でグラマンの飛行士がニヤニヤと笑いながらね、ね、戦争するのにニヤニヤ笑ってくるっていうのはね、よく理解できませんでしたけども、見えるぐらい近い、はい、でそのグラマンの50キロ爆弾というのは僕ら子供たちでも逃げられたんですね、何回か受けました。つまりあの逆さまでヒューッと落ちてくるんですね。だから反対の方に逃げればいいわけですから、それは逃げられたんですね。ただあの地中だけは動いてくるか分かりませんからね。で、まあ、この空襲の時もあの広田神社でまあ兄たちがもう疎開してしまって2人だけ残されてですね、まあ、全くこのビラを巻いたとかなんかっていうのに因の遠い、ね、時代で、見たこともないもんですから。で空襲警報が鳴って焼けてから半焼とかなんか鳴ってですね、あの出たところがもう火の海で、まあ後で聞きましたらあの両側の腹ベスとか焼いたを焼いてですね、真ん中に爆撃をした。当時あの函館とは思いともな空襲の目標になってて、後で聞いたんですけどね、まあ天候の関係で青森を空襲したという、まあ最初から計画的だったんでしょうけどね。で逃げるところがなくて何発か焼夷弾消したんですよ。あの1発が32発になるんですね。1発が2発になり、2発が4発になり、32発になるんですね、あの油脂焼夷弾っていうのは。それを子供の頃に直撃を受けなかったもんですから消した記憶もありましてね。で結局逃げるところがなくて、あのヒュタ神社の沼っていうのがありますけど、あそこ今の3倍ぐらいの大きさだったんですが、あの今村先生に伺ったらですね、いやそのヒュタ神社のね池に入って助かったって記録ないよせって。でじゃあまあねということで書かせていただいて、そこやっぱり30人ぐらい入ってたんですね。であの国道を挟んで日の目宿がありましてね、そこの消防署の方があの空襲警報ですから鳴らしてたんですが、当時鳴らなくなって結局焼け落ちて亡くなられたんでしょうけども、その長島の小学のドブみたいなところに顔を突っ込んだりした方たちね、ずいぶんいましてね。であの広田神社が沼みたいにお湯みたいになりましてね、あの台風現象っていうんですか、あの要するに燃えて暖かい空気が上へ行く、それに混じってね木材が飛んでくる、でそれに当たって怪我なさった方だとか、であの 沼に泳いでた鯉とか砂が浮かんでましてね、朝なんかそれを見守って入ったり、それであの柳町のあの土部みたいなところで朝にあるボレンタイのですね人たちが死骸の底のね水をこうまあ今でいうろ過するのを飲んだ記憶があります。で青森の場合防空壕に入った方みんな亡くなったんですね。あれ防空壕と言わない、なんて言うんですかね、穴掘って板を渡して地を持ってる、だから地上とほとんど変わりませんのでみんな窒息し、なさ地上の上だもん、地上の下にならないと、ね、屋根が地上の下に、僕らその後いろんなこう社員の中にそういう興味を持って自分は自分でということで、まあ、中国だとか台湾行くと向こうの防空壕なんかね全部ね下に掘ってきちんとこうしてますよね。日本っていうのはこんなのでね、でしかも皆さんご存知滝槍と下だけを用意して何をするんですかね。日本はそれでやったんだから、アメリカ軍もね滝槍と下だけ持ってればこっちも戦になるでは戦後ですね、あの私の実家が橋本とか花園にもありまして、橋本の家は焼けなかったんですよ。あの裏町行きのちょうど向かいぐらいだったんです。ところがうちの母親は5歳なもんですから行けないですね、かわいそうに。だからそれについてる息子もかわいそうに小次ぎみたいにね、あちこちこう転々としましてね。で今新町から古川に行った記憶があるんですけど、古川小学校、あそこもあの焼けてしまって3階建ての校舎でしたけども、要するに天井があって窓枠も何もないですけども、で風が吹くとあのコンクリートの型こうあれほこりかぶってね、なんかでみかん箱を持っていって、あの墨を塗った教科書でですね勉強した記憶がありますね。まあそんなこんなで
まあ、なんとか私も今新聞に出てるね、取り違いの人と同じように、なんか戦争がなくて焼けなければね、別な人生があったのかもしれませんけど、まあ、それも皆さんのおかげでなんとか間違って役所へ入ってですね、うん、まあ、今なんとか幸せに。で、私の義理の兄弟っていうのは私を除いて8人9人兄弟だったんですね。で、女の人が2人、男が7人いたんですが、なぜか子供たちがあんまりできなかったり、女の子だばかりで、結局10年ぐらい前に一番下の兄が亡くなった時に、いや、お前しかいないから、お前後を継いで何とかしてくれと、もらわなくていい、うちをね、まあ、管理して、だからいますけども、まあ、いずれね、私が亡くなればうちの子供たちは多分叩き打って東京屋のマンションでも買ってね、終わりになるでしょうけども、なんかそんな方で、まあ、あの空襲の記憶だけじゃなくてですね、私も妙なあれで、やっぱりそういう戦争っていうのは何で始まったのか、それから青森は何で空襲されたのかね、それからアメリカがね、なんでこういう、大体あのグラマン飛んできても鉄砲の弾一発撃たないですからね、まあ撃てないでしょうけども、それから後で大きくなって、いや、もあの元軍人の方に聞いたら、撃っても当たらないし、撃ったらあのその10倍も返ってくるそうですね。だから配給制で弾ないの。いや、だから弾もなかったんですよ。だったらすいませんと手を挙げればいい。ねえ、それも挙げない。本土決戦とかでは明らかない。ねえ、だから沖縄20年の3月10日の大空襲、東京のね、それからあれでしょ。やっぱり沖縄だとか長崎、広島で10万人以上死んでる。青森もいろんな説がありますけどね。やっぱり最後州的には1300人ぐらいの方が亡くなられたということでね。で、戦後政府は何の保障をしてないですね、国が。だから今いろんな中保障あるようですけどね、はい、今も先生を中心にその辺のこともね深めながら、うん、まあ私もあと何でも長いことないでしょうけども、まあ、皆さんのお仲間に、ね、入れていただければ少しね最後のご報告をしたいなとこう思っています。まあ、ざっとばらんでこう取り留めない話なんですけど、何かお話があれば分かってる限りでと思います。よろしくお願いします。